コミックファンタジー恋愛家族ドラマという新たなジャンルで挑戦状を突きつけたユンゲさん主演の M ネット新ドラマ、どなたですか？その行方をご紹介しましょう。누구세요는따뜻함이있는드라마진정한사랑이담겨있는드라마幼い時に親に捨てられ、家族の愛を知らずに育ち、刺されても血すら流れないような冷血な男、スンヒョ。ある日突然、娘に対する愛情はいっぱいだけど、どこかろくでなしなイルゴンの幽霊がスンヒョの体に憑依。それも1日3時間も。冷血人間スンヒョが温かい血が流れる父イルゴンになる。コミックファンタジー恋愛家族ドラマ、どなたですか？どこせよ。あっぱれ。나의경이라아빠로고싶은시간이야그동안이제한국미니시리즈의가장큰맹점이가족이등장하지않았다는거거든요그러니까남녀의사랑이주축이되다보니까거기다이제높은계런기까지가세해서남녀주인공을제외한주변인들의등장이거의부족했었는데누구세요같은경우에는아버지와딸이라는가족구성원의사랑을통해서또남녀의사랑을찾아가는그런메시지를줬기때문에그드라마가남긴것들은또적지않은의미가있다고보시면될것같아요本当の家族の意味を再確認させてくれるドラマ、どなたですか？ドラマの登場人物を紹介します。冷血な企業ハンター、チャ・スンヒョ。幼い頃親に捨てられ、アメリカで養子として育ち、愛されたことも誰かを愛したこともない冷たい男、それがチャ・スンヒョです。신도시개발계획이있다더군요。신도시개발계획？김회장님공장부지가노른자위되겠던데요。그럼처음부터굴삭기는내회사를밀어버릴작정으로다가돈이라면죽은놈골수까지도빼쳐먹을놈。굉장히냉혈한 M&A 라는기업가고요굉장히아주못됐죠제가이때까지맡은역할중에가장악인이아닐까마지막월급들은받으셨습니까200도안되는것같던데그동안고생들많으셨습니다不敵な父幽霊ソン・イルゴン。誠実なバイク便の配達人だが失敗ばかりの不安な男。しかし娘に対する愛情はどの親にも負けないお父さんです。아창밖에아프다가나이키터치봐오늘100으로그냥이야올라간다영희야아빠죽지않았어바로네옆에있잖아나죽지않았어아빠죽지않았어또저희아빠손일건쓰는굉장히표현을잘할수있는되게뭐좋다싫다그리고뭐알아도모르는척몰라도아는척정말사랑할줄알고사랑을표현할줄알고사랑을받을만한그런캐릭터가아니었나영인마아빠얼굴보면살기가힘든가본데나인마네얼굴못보면살수가없을것같아すごく勇ましい漫画家志望の女の子ソン・ヨンイン。しかし父が死んで初めて計り知れない父の愛情に気づく、そんな不器用な女の子です。뭐손괴죄형사고발나도요당신성희롱으로형사고발할거거든요이봐요환자아저씨귀찮게자꾸졸졸따라오지말고보여주려면빨리보여주고꺼져요얼마나대단하지내가두눈부릅뜨고확실하게봐줄게요
세상에서 제일 맛있는 술이 뭐냐면 소녀인주. 영인이라는 캐릭터는요, 굉장히 밝고 씩씩하고 용감하고 참 아픔이 있고 상처가 있어서 어머니가 되게 어렸을 때 병으로 돌아가셔가지고요, 그때 되게 많이 울고 상처를 입어서 되게 역으로 되게 강한 척, 씩씩한 척, 밝은 척을 되게 많이 하는, 아빠를 굉장히 미워하고 퀵서비스맨인 아빠를 굉장히 부끄러워하는 그런 친구예요. 아빠 가지마, 아빠 가지마. 가지마 아빠, 가지마. 制作段階から華麗なキャスティング、確かな演技力が話題になったドラマ、どなたですかの核心ポイント。死という極限状態に置かれた父、その父が残された娘に真実を伝えようともがき苦しむ、そして次の世に向かう直前、最後に娘に良い父の印象を残したい、その願いが神様に届きました。生きている者の体を死んだ者が借りる憑依という要素を加え、親子の愛をさらに大きく印象付けたという評価を受けています。